ちは、タルグサです。今日はディップフラワーでアジサイですね、梅雨の時期の、代表的なお花ですけれども、作っていこうと思います。なんとかね作ってるんで、作り方はそんなに変わらないかなと思うんですが、28番のワイヤーと、今回はソロバンビーズですね、ダイソーさんで売っているソロバンビーズの透明のものをねちょっと使っていきます。1.5 センチゲージに4回巻きつけまして、ねじってから片方のゲージの溝にこのように通します。でくるくると巻き留めます。どちらか片方は短くねしておくといいかなと思います。でここですね、左右ちょっと引っ張って外側を少しね大きくしています。はい、こんな感じで内側は2個分ですね、小さく、外側は2個分大きくと。で根元をねしっかりギュッと押さえて固定してしまってから、今回は花びら少しギザギザさせていきます。ここはねもう本当に、種類によるんで、別にこのままね広げていただいても構いません。今回はちょっとねギザギザした、花びらの、でここですね、今ちょっと通ってしまっているので、うまくね、内側の花びらになるように、輪っか通してね、自然な感じに広がるようにしてみてください。こんな感じですね、最終的には、なります。で長い方のワイヤーを上にどこからでもいいのでね出していただいて、上側にしたらビーズを一つ通します。通しましたね。そしたら別の場所から下に戻しまして、対角線上がいいかなと思うんですが、で根元のね短いワイヤーとねじって留めます。そうしましたらこのね余分なワイヤーと長さ少し長めに残してカットしていきます。はい、でこんな感じで最終的にはなるんですが、ディップするときねそのままだとくっついてしまうので、気になる方はこんな感じで少しね、斜めにしておいてください。ただやりすぎると、根元のねワイヤーとくっついてしまって大変なことになります。はい、で28番グリーンワイヤーで葉っぱを作っていきます。今回なんとなくで、短いワイヤーをねこれくらいで、ねじって葉っぱ作っていきます。気になる方はね、6センチゲージと多分3センチゲージぐらいかなとは思うんですけれども、いっぺんにね、輪っかにするぐらいの大きさですね。でこちらも全体的にねギザギザした葉っぱを表現するために平やっとこでねちょいちょいとつまみつつ折り曲げていきます。この辺もね、こんな感じでだいたい楕円形の普通の葉っぱですね、いいかなと思います。はい、形整えましたら、別ワイヤー根元でねねじって留めて、先端に向けてね、1本まずはブリッジをかけます。葉脈部分ですね。で、これは普通に、かけられるかなと思います。で根元は、2本くらい2、3本あればね十分立つと思うので、あとは先端部分も余分な部分はカットして、しっかり押さえつけておきます。はい、でここからなんですが、葉脈の数ですね、もうお好みで、別ワイヤーとか用意していただいたり、今のカットしたワイヤーでもねいいんですけれども、葉脈を好きなだけかけていってください。だいたいいつもね3、4本ぐらいかな、かけていたんですが、今回はたまにはちょっとね、頑張ろうかなということで7、8本ですかね、1枚につきかけました。で葉っぱ3枚作ったんですが、多少やっぱフリーハンドでね、外側の輪っか作ってるので大小多少できるかなと、その方がね自然ですよね。葉っぱの大きさ全部一緒っていうよりかはね、多少、大中小あるような感じで、こんな感じで最低で3本でもね、葉っぱに見えるかなと。でこれがさらに、間に入れていって7本8本ぐらいね入れた状態になります。お好みでねこの辺はやってみてください。でちょっとね飛び出てる部分あったら押さえつけて、特にカットした後のねワイヤーが危ないのでしっかり押さえつけて、危なくないようにしておきましょう。はい、ちょっと葉っぱの形が歪むんですけどね、逆にこの方がその表情がつけやすいというか、ウェーブとかをね多少つけて葉っぱをねしならせることもできます。はい、でこんな感じでね、大中小というかちょっと大きさバラバラですが葉っぱができました。今回はライトグリーンでディップしていきますが、グリーンでもいいですし、花が不透明でしたらリーフグリーンとかでもねいいかなと思います。
結構思いっきりザッと上げた方が、これくらいね間に、ワイヤー入ってればそんなにね難しくはないかなと思いますが、これで立てかけて、乾燥させます。でお花は今回チェリーレッドとゴールデンイエローですね、ちょっと2色で、やっていこうかなと思います。はい、なので下にねちょっと汚れてもいいように紙を引いてます。新聞紙とかでもいいんですけれども、まずチェリーレッドで全体つけて真ん中部分、小さい花びらのところあたりですね、そのあたりを目安に、ちょっと棒でね、イエローを入れてあげると。で今はいいんですけど、ここどんどんね下汚れていくので気になる方はオレンジですね、これ今回ですとオレンジなんですけれども、とかのねリップ液の容器開けておいてそこにねとか、今後してもいいようなね、新しい容器とか用意していただければね、そこが無駄にならないかなと思います。今みたいにね途中で破れてしまったところはね、あちらも同じようにねやればなんとかなります。でストレンスナーでね一度、しっかり強化してから形を整えていきましょう。そうしないと破れてしまうんでね。でこんな感じにしっかり強化されてからね、花びら上向きに、下のね大きい花びらを上向きにして、ちょっとねまあラッパ型とまではいかないんですけれども、少し、立体的に、今回はしておきました。まあね、ちょっと黄色見にくいかなと思うんですが、あとはこんな感じでね元のねワイヤーとくっついてしまった時なんですが、まあ、多少であればこんな感じでカットしてね、剥がして、うまくねいけばいいんですけれども、あまりにもくっついてしまってる場合ですね、花びらともう完全に花びらの、半分ぐらいまでくっついてしまってる場合はカットしても、そのカット跡が残ったりとかね、ちょっと筋が、ね、出てしまうんで、そういうのはしょうがないんで諦めてちょっとね捨ててしまったりとかしてます。今回はお花全部で40個くらい作りました。3個ずつねこんな感じで、ビッグ状にまとめていきます。1.5 センチくらい下ですかね、ねじって留めていって、一番長いワイヤーを残して、あとはカットするというような感じにしてます。長さがあった方が後々ねこれまとめていくので、この時のためにね最初もちょっと長めにワイヤーやっておくと、まあ、ディップした後ね立てる時は少しねぐらつくんですけれども、後々楽になるので、今回はね少し花の下のねワイヤー長めにしております。はい、いつもこの辺カットしてるんですけどね、たまにはこう全て花、作業する工程をね入れています。最近また暑い時とかね、ちょっと急にね温度下がったりとか寒暖差があってね、アレルギーなのか寒暖差アレルギーなのか鼻水が止まらず、体調崩してないといいなと思いつつ、やっていますが、はい、こんな感じにねまとめています。はい、またね最近また新学期も始まってね、子供もなかなかね、ゴールデンウィーク後で、学校行きたくないとかちょくちょく言ってますが、まあ、夏休みまでねなかなか、またね梅雨の時期なんかもね、雨の日が続くとねめんどくさいですよね登校とか、まあ、わかるんですけどね気持ちは。はい、で、こんな感じで少しお花同士ねまとめていきます。少し、ここぐらいですかね調整用に残しておいてます。どうしてもねこう組んでいくと、まあ、大体、何個か2個ずつとかでもいいんですけど組んで、6個にしてですね花、まあ、お花といってもこれ額なんですけどね見えてる部分、でこれをこうできるだけ、まあ、ドーム状といっても今回はね少し自然な感じにしたくて、あまり、まあ、ドームちょっと崩れかけのねドーム型というか、横に少し広がるような形でねまとめていってるんですけれども、そんな感じで、まあ、ただ、先ほどまではねワイヤーカットしてたんですけど少し細すぎてぐらつくなと思ったので、この辺からはねあまりワイヤーカットせずに、2本だったら2本残したままね、下で組んでいって
ております。この辺もそうですね、2個まとめたんですけれども、これもこのままでいいかなと、ワイヤー減らしすぎるとね、それはそれで、グラングランしてしまって、風に揺れるといえば、聞こえはいいんですけれども、ちょっと、外れてしまわないかなと不安になるので、でこんな感じでね、隙間がちょっとできすぎてるなって思ったところにね、少し、残りのね調整用の花は使って、形をね整えていっております。最後の1本ねもうこの辺に詰め込んでます。でこれで全体、見て、大丈夫そうでしたら18番のねグリーンワイヤーを、2、3本ですね、長さこの辺は、最終的に生ける容器とか、花瓶によってね長さ変えていただければいいんですが、3本ぐらいいっぺんに根元から巻いていきます。このねねじったところと一緒に巻いていくんですが、しっかり巻かないとねグラグラ取れていきますはい、ここもね巻きつつ、やっていきます。しっかり下の部分も巻いてしまってますが、長さ後で調整するんで結局カットしたりするんですけどねはい、で少し念入りに上の部分止めて、さらにここからですね、ここ、まだグラグラしてると思います。お花もねそうですし、今止めた部分もねちょっとグラグラするので、これごと、ストレンスナーにつけたいと思います。水性なんですね。こんな感じでつけていければいいんですが、容器の大きさ的にこのねちょうどやりたいところに、ね、つかないんで、筆で少しぬりぬりと、しつつ、各枝をね強化していきます。気になる方はこのね、フラワーテープのところも同じように塗ってしまうとね、ベタつきが減ります。まあ、あとあと葉っぱつけるんでまあって感じなんですけどね。で乾くとこんな感じで結構しっかり、ぐらつきがねなくなるので、いいかなと。でそれから葉っぱですね、葉っぱも2度強化しました、こちらね少し根元から巻き下ろしつつ茎の方にねつけていきます。この辺もね、枚数増やしていただいてもいいですし、今回は3枚しか作ってませんけど、こんな感じでね作っていこうかなと。まあ、実際はね色味がいろいろありますからね、お好みの色でやっていただければいいんですけど、なかなかねこのマーブルにすると、うまくいかなかったり、あとはねあの混じったね、リップ液が大量に出てしまうのが問題なんで、その辺私はもうねもういいかなと思って多少目をつぶって捨ててしまいますが、気になる方は別容器用意してね、取っておいても後々ね使えるかもしれないんでね。はい、こんな感じで今回アジサイ作ってみました。ここまでご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。